どうも、アリスキタラです。今回もセブンの演出やっていきたいと思います。で、今回はメインストーリー、シーズン3、ヘル5章の悪魔化したルディ、サルバトールですね、に挑戦してみたいと思います。編成は最後にお伝えしたいと思います。それでは、レッツラゴー。ペットしまーす。黄色いやつが来たらみんな入って外側に避ける。オッケー。ゴリゴリ削ってる。降臨するやつはこの間に、さあ次は何が来る？フィーネさんにタケが行ったんでフィーネさんだけずらします。ペット撃ちますね。ここでアイリンだけちょっとずらして、悪魔のなんとかはこんな感じで避けます。残り 20%、 ちょっとこれ持ってほしいな。ここ、あー落とされたか。まずい、これまずいな。ルーキーが竹取ってるけど、集合音してこれ避けて、ルーキーが竹取ってるのは非常にまずい。あ、アイリンが竹取り戻したんで残り 12%。 ちょっとアイリン落とされてるんで、これ動き回ってちょっと見づら残り 7%。 あ、これ黄色いエリアから、あーっと間に合わなかったが、ただ復活が残ってる。残り 4%。 ちょっとなんとか、あーっと後ろに入っちゃったかな。このアイリンというか、このサルバトールの中心に縁があって、外側にも縁があるんですよね。なんで非常に避けるのが難しい。ペット撃ちます。残り 2%。 ユキさん頑張ってほしいけど、これちょっとなんとか頑張ってほしいけど、あ、ちょっと残り 1% だけどアイリン一体でこれなんとか、あいや、なかなかむずい。じゃあ2戦目いきましょう。残り 1%。真ん中に円があって、さらに外側にも円があるんですよね。その外側に入るとスリップダメージでやられちゃうんで、で、サルバトールの、なんて言えばいいんですかね、ドーナツ状で、ドーナツの中身が、中身中身っていうのかな、ドーナツの形のところが安全地帯になってるんですよね。まあ、行きましょう。じゃあ、2戦目。今惜しかったな。ペット打ちまーす。で、左打ちたい。左打って、左入って、あー入ってねえかなこれさあ何が来る。あー、降臨する悪夢が来たらこれ外側に避けて、さあ何が、ユキさんに行ったんで、これをうまくかわしたい。この辺かなで、アイリンちょっとこっちに、あー、ちょっとそこ入っちゃったか、この黒い円今の攻撃の後に、ペット撃ちます。あー、さっきと一緒ですね。リトライしましょうか。今の攻撃の後に黒いわだかまりというか、できるんですよね。そこがまたスリップダメージのゾーンになるんで。それを避けるのがまた難しい。じゃあ3戦目、レッツラゴー。これクリアできんのかなペット打ちます。左打って、あ、左打ててない、しまった、ミスったな、これ左打ててないな。フィーネが竹取ったんで、これですね、これをどこに持ってくるか、これが非常に難しい。 OK、 いい感じにできたんじゃないか今のは。で、ちょっとルーキーが入ってるんで、アイリンをちょっとこっちに引っ張りましょうかね。
で、降臨するなんとかは、ここで避けて、で、この辺で。悪くないよ。さあ、黄色い。これ、剣風来たら、集合音して、で、外側に避ける。あ、フィーネが入ってる。大丈夫。OK。残り 52%。剣風、外側から内側に入って避ける。で、外側にもう一回、同じ位置で、アイリンこの辺に引っ張って。OK。誰も入ってない。次ちょっとペット撃ちましょうかね。やられそうな気がするんで。アイリンが落とされそうだな。アイリン頑張って、あー、ちょっと待って。ペット撃ちます、ここ。ペット撃ちましょう、もう。え、なんとかの悪夢。これわかんねえな。ちょっとアイリンちょっとずらさないとこれ。全員スキル封印の領域に入っちゃってるんで。悪夢が来たらこれ、ここに。OK。ちょっともうちょい手前に引っ張らないと。OK。スキル封印が全員に入らないように、アイリンさんの位置を調整してる感じですね。あ、フィーニさん、これが難しいんだよね。これ避けるのが。これを避けるのが非常にむずい。OK、入った。大丈夫か。かわせたか、うまい具合に。ペット撃ちます。剣風が来たら、内側に入っていく。OK、悪くない。残り 21%。あ、これ、無敵撃てるか。撃てなかったか。残り 12%。ちょっとなんとか、ここもなんとか行きたいな、これ。オッケー、いけたぞ。うーわ、いけたわ。というわけで無事なんとかクリアすることができましたね。うわ、5章で一番難しかったですね。というわけで、使った編成ですねの方を紹介したいと思います。今私が、混沌ギルドレードの混沌の地の方で使ってる編成と全く同じ編成ですね。あ、神話昇格石ボックス3。いや、美味しいなこれ。あ、ちょっとストップストップストップ。使ったチーム編成の方、陣形は侵入陣形2を使いました。で、盾役にアイリン。で、回復兼バフ用にフィーネ。アタッカー枠に神話雪。まあ、雪の代わりにクリスとかカールヘロンでもいいとは思いますけど。そして、ルーキーですね。で、ルーキーさんの方、かなり優秀なキャラになってます。まあ、サポートキャラですね。で、まずアクティブスキル、フラッシュの方。100% の確率で与えるダメージ減少効果を与えます。20秒間敵が与えるダメージが 49.6% 減少しますということで、ダメージを、こちらの火ダメを抑えることができますね。なんで、まあ、混沌の地で結構使いやすいですね。このキャラを入れるとダメージが減るんで。そして、アクティブフルハウス 100% の確率で防御力減少効果を与える円形 6M の領域を生成しますということで、防御力減少ですね。10秒間防御力が 47% 減少します。そしてアクティブスキル、射手型の味方に解除不可能なスキルダメージ上昇効果を与えますということで、スキルダメージが15秒間 37% 上昇します。今射手型のユキさんをアタッカー枠に使ったんで、攻撃型であれば、まあ、攻撃型の攻撃力上昇効果を与えることができますね。そして究極技の方、攻撃力が最も高い味方に10秒間解除不可能なジョーカー効果を与えますということで、このジョーカー効果、10秒間クリティカル率が 100% 上昇し、攻撃速度が10秒間 76.5% 上昇しますということで、攻撃力が最も高いユキさんにこのバフが入るということになっています。かなり、ルーキーさんの方、バフとデバフに優れたキャラになってますね。かなり優秀なキャラ。じゃ、使った装備の方で、アイリンはほぼいつもと同じ装備なんですけど、盾役になってるんで、不屈をつけてます。不屈を3セット。あと、民装備を1式と、サレオスを3セット。
で、ゆきさんの方は、まあ私の手持ちで火力出そうな装備。オロチが4セットに、破滅が1つ、エースが1つに、アイリーンが1つ、運命が2セット。そして、フィーネさんの方。傭兵団長が3セット。サレオスが2セットに、クリスの耳飾りが1つ。で、満月が3セット。そして、ルーキーさんの方。傭兵団長が2セット。で、戦員装備が3セット。エースが1つに、時間逆行が3セット。で、マスタリーの方は、間違えてましたね。これ、射手型にしないとまずいですね。もっと火力出たっすね、じゃあ。射手型にして、単体じゃなくて、ユキさんだったんで範囲スキルダメージ上昇を選ばないといけなかったけど、これも、なってなかったですね。うん、いろいろ試してたんで、うん。間違ってましたね。ここは、うん、基本的に攻撃寄りのマスタリーを組めば、いいと思います。というわけで、引き続き、潜在力もお伝えしておきますね。新しく使ったキャラ、神話ゆきさんの方、レベル50で、潜在力はマックスにしてあります。で、あと、ルーキーさんの方、レベル52で、潜在力はマックスにしてあります。というわけで、引き続き、ストーリーの方、進めていきたいと思います。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。